リングでは負けても実力では負けない。アポコアレンテーロレンテーロ。はい、どうも、全力絶叫 YouTuber、ビモリです。このシーズンオフのメジャー移籍が非常に注目されている、オリックス・バファローズ、吉田正尚の、動向が注目されておりますが、本日オリックス・バファローズが、吉田正尚選手の、ポスティングによるメジャー移籍を、容認したということで、正尚選手の、メジャー移籍がほぼ決定的となりました。まずこれに関しては、吉田正尚選手、おめでとうございます。まあ、もうずっとね、夢だったんですもんね。はい。一番上のレベルで勝負したいとずっと言い続けて、ブライス・ハーパー選手の背中を追いかけ続けて、X も日本一になって、で、ようやくね、挑戦する権利を得れて、何も心置きなく、やってくれるんじゃないですか。もう素直に応援したいですね、マッチョマンを。果たして正尚選手のこのメジャーからの評価はどうなのかと、が焦点なんですけども、正尚選手、これメジャーリーグの球団はどう見てるのか、いろいろもう記事が出てきてるんですよね。これ見ると、なんか争奪戦になりそうです。はい。非常に正尚選手の評価は高いです。はい。メジャーリーグの。まあ。納得はできますよね。正尚選手はあれだけの、ね、そのバッティングを日本でしてきたわけで、他球団からも早く正尚メジャーいいけどね。はい、ちょっと細かく見ていきましょうか。その正尚選手のメジャーからの評価を。まずこれニュース。ヤンキースが非常に吉田正尚選手を評価していると。で、これは記事の見出しなんですけど、ジャッジの代役に吉田正尚と書いてます。ジャッジって言ったらアーロン・ジャッジ。今シーズン62本ホームランを打った、メジャーを代表する大打者ですよ。の代役だ。ヤンキースがジャッジの代役として吉田正尚に興味。キャッシュマン GM は吉田について聞かれると、知ってはいるとケムに巻いたが、ある球団関係者は獲得に興味。その通りだと。認めたと。そうですよね。はい。今シーズンアーロン・ジャッジ選手が、契約がヤンキースと切れるということで、もしかしたらジャッジ選手がヤンキースから出ていく可能性があると。はい。じゃあ、そのジャッジ選手が出ていった代役に、吉田正尚はどうなんだという。はい。ってところですよね。いきなり似顔もすぎんか。ジャッジ選手、今年いきなり62本ホームランを打った選手の代役で、正尚選手ももちろんすごいバッターやけど、いきなりメジャーで62本打てるんかだって、日本で30本もまだ打ったことないけど、ヤンキース、ちょっと待って、どこを見てそれ言ってるんや。で、ジャッジ選手はね、守備とかも結構いいじゃないですか。まあ、守備の方は正直ジャッジ選手に遠く及ばないですからね。まあ、そこの代役と。はい。まあ、全然ね、評価されることは嬉しいんですけども、ヤンキースはそれで大丈夫なんかっていう話ですよね。で、もう一個書いてあって、今季オリックスで同僚として59試合に出場した、ジョー・マッカーシーは、吉田について、本物でメジャーに来る連中と同レベルだ。今年は5ヶ月間スランプにも陥れなかった。宇宙間と左中間に打ち分けられる。コンパクトにバットのシーン捉えられると高評価を語った。はい。マックがなんか、普通にインタビュー答えて、正尚選手について、なんか結構、博識みたいな感じで、語ってました。マッキー評価してくれるの嬉しいがやな。マックお前も自分の成績上げろよ。なんかそれやとなんか自分もオリックスで活躍して、その吉田正尚の前後固めましたみたいな言い方やん。マックそんな何もしてへんやろ。はい、正尚選手、ヤンキースが、高評価をしていると。はい、で、これもまた記事あって。で、マリナーズがまたこれ、正尚選手を高評価してるみたいです。しかし、その記事の内容がまた面白くてですね。吉田正尚は、ネクストイチロー、マリナーズも争奪戦、天才、打者再来王ファン待望。マリナーズは主砲ハニガが FA になって、外野手が補強ポイントとなっているということで、で、そこで、マスタカ吉田を、獲得調査しているということです。ファンの反応、マリナーズは次のイチロー鈴木が絶対に欲しい。オリックスってイチローがいたチームでは、イチローが懐かしい。吉田とても期待できそう。この選手の名前を聞いたことはないけど、NPB の成績を見る限り、かなり素晴らしい。左打ちの外野手だって。はい。なんか、イチロー選手の再来を期待されてます。
いや、だからヤンキースみたいな、そんな、何確かにバッティングは素晴らしい。うん。そのバットに当てる技術、うん、その、うん、率を残すバッティングというのは非常に素晴らしい。出塁能力もあると。そこに関しては確かに、まあ、イチロー選手と、まあ、別にそこまでの差はないと思うんですよ。だから、バッティングに関しては、なんなら長打も出るしね。まあ、イチロー選手ぐらい、期待されて僕はおかしくないと思います。はい。だから、イチロー選手ってその守備走塁も素晴らしいじゃないですか。って中で、イチロー選手レベルの守備走塁まで期待されてしまうと、多分、ちょっと、こっちとしたちとそれ保証できないんですよね。いや、わかってるよ。マスタカ選手はもうそういう選手だから。守備走塁の選手ってないから。でもなんか、ネクストイチローってそれは違うんじゃないか。いや、もし、左打ちの外野手だってって、そこだけで一郎と重ねんなよ。誰でもええやんけ、左打ちの外野手っても。なあ、もう左打ちの外野手やったら、ああ、群馬の一郎、後藤俊太はだよ、後藤俊太。うん。一郎っていう愛称ついてんぞ。後藤俊太はどうですか、それやったら。うん。俊地でメジャー行くなら俺、もうめちゃくちゃ嬉しいよ。うん。群馬の一郎どうですか、左打ちの外野手。いや、だからこれもね、阪神のバースの再来と似たようなものを感じますね。だからそのね、バースの再来って来てね、結局ロサリオみたいな外すらくるくるがね、来たりとか、バースがその外すらくるくるしないじゃないですか。だから、そういうことよ。マリナーズも一郎の再来や、言うてね。あんまり、そういうことを言わない方がいいと思うけんの、俺は。あと適正な方向で評価をしてほしいですよね。まあ、代理人がどういうその情報を伝えてるか知らんけど、うん、あんまりやりすぎるとね、本当にバースの再来とかね、なるんでね。うん、その、アメリカから叩かれるね、吉田正尚とか見たくないしね、その話と違うやんけ、つって。ということで、メジャーからジャッジだの、イチローだの、とんでもない評価を受けてる吉田正尚選手ですが、まあまあ、評価されること自体はまあ、非常に嬉しいですけどね。まあ、正尚選手が行ってしまうんであれば、森友は取りますけども、あとはコンちゃんの獲得がやっぱ必須じゃないですか。もうそこ、もう何回も言いますけど、そこの二人両取りして初めてプラマイゼロぐらいなんで、正尚選手を心よく送り出すためにも、コンちゃんをしっかり取りましょう。はい、ということで吉田正尚選手をね、はい、メジャーの活躍を願って、まあ、正尚選手がメジャーに行った暁には、僕もまたね、マッチョマンゲーで、脱いでいこうと思うんで、はい、もう来年オリックスって脱げないからさ、正尚選手がメジャーで活躍してもらって、今日の正尚、毎日上半身裸になるコーナーを設けたいと思います。ランナーフルベースから、走者一掃、タイムリーツーベース、今日6打点目、5打数3安打。マッチョマッチョめーあーやっちょびーやまっちょめアラビアマッチョマッチョめーで、正尚選手。まあ、残留してくれるのが一番嬉しいけども、まあ、メジャー行っても応援してます。はい。ネクスト一郎頑張ってください。うん、メジャー各球団、フルレデイブレー